ありえないんだよ、もうてかもう言うわ。もうなんか、すごいね、もうてかうあってはならないと思うんだけど。じゃあ別にね、これ、この件で別に、超会議とか、うちの視聴者が荒らしに行くことないから、もう言うけど全部。すごいで、めっちゃくちゃ出たかったやつがあったのね。もうこれ絶対俺の視聴者も超喜ぶし、もう絶対出ます、絶対やらしてくださいっていうのがあったのね。 テンション上がって俺は枠取ってみんな、ちょ、これから本当にね、楽しみにしててって枠を取ったじゃん、俺。それが多分20日前後ぐらいなんだよ。あの、隠しながら言うとめんどくさいから全部本音で言っていい <laughs> なんかね、それ代わりに、いや、その代わりにイベントやってくんないって言われたから、いいよって言ったの。いい、あ、いいですよって。そんなの全然やります。俺の視聴者も絶対納得しますって言ったのね。で、で、そのイベントやりますっていう告知があった2日後に内容ガラッと変わってて、生放送もしません。動画で撮ってあげます。 しかも、そのブースに、そのね、ブースに行ってもいいですよっていう手で話が降りてきてて。<laughs> そんなおかしいじゃん。これ嘘じゃないからね。そんなおかしくない俺メイン MC って聞かされてて、別にメインの MC が良かったわけじゃないんだよ俺は。そのブースだから、本当に心、心差し高くき出たかったのね。出ませんって言ったのね。どういった内容だったか教えてくれ。多分もうみんなが想像してるやつだよ。みんなが想像してるやつのメイン MC でって俺は言われてたんだよ。 その人からはね。ただ、蓋を開けてみたら、いや、全然そんなんじゃなくて、まあ、全体を楽しんでる動画撮って、そこのブースにも行けばいいんじゃないですかって言われたのね。<laughs> そんなのさ、全然違うじゃん、聞かされてた内容と。んなのにもかかわらず、その、違う、高田健司だろうね、それが。あ 言ったにも関わらず、あいつが放送で切れてんの意味わかんない。全部てめえのせいだから、マジでお前反省しろよ、本当に反省しなきゃいけないのに、あの人分かってないんだって。本当に。俺でもね、逆に、あいつがチケットを売る、なんか、プロなんじゃないかっていう。ま、毎回揉め、揉め事を起こして、チケットを売るんじゃねえかっていう。今日ね、ちょっとね、あの、みんなも多分ね、すごい、 あのー、嫌な思いをする人が多数いると思うから、あらかじめ言っとくけど、それはごめんなさい、うん。あのー、本当にね、あの、悲しいことが起きちゃって、俺の中でというか、でも今回本当に俺に、あの、すごい嫌なこと言うから、多分口調も荒げるし、聞きたくない人多数だと思うんだけど、ちょっとこれに関してはもうちょっと俺、我慢の限界というか、本当に悲しいことが起きちゃって、ね、裏を全部取ってきたの。 向こうの会社の社長とかに会ってきて、で、高田と俺と第三者で話した時の、その第三者にも話全部取ってきたんだけど、なんかどうやらね、高田原宿嘘ついて、あのー、俺に、なんていうの、振ってきて、それでなんか、ま、あ要は騙されてたっていう、もう俺もう本当に我慢の限界だから、で俺も婚姻罪多分喋ることないから、 俺多分無理だからさ。3月20日に、そのキャンセルしちゃったから、イベントの内容を他の形にした方がいいよね。21日、22日、24日以外ならある程度予定空けれるよって俺から LINE 送ったのね。で、そっから4日間返信なかったの。記録するされてたのね、俺が。で、そっから3月24日にかだから返信に来てイベントの内容どうしようか。内容今更変更しても大大案がない考えてだと難しいから、その関連でいかない。一回、で、それに関して俺が、一回話しよう。いつにする今日でもいいよってなって、俺ちょっと仕事忙しくて返信できなかったの。 で、その8時間後にあいつが発狂して、枠取ったのね。アフリカで。で、あいつ4日間も俺のこと無視してたくせに、その高、高田が8時間。で、それは俺は別に俺が泥かぶろうと思ったの。まだその時は高田を信じてたから。<laughs> まだで信じてたから。これ嘘じゃないかね。もう、高田がもしこれに関して言い訳するんだったら俺 LINE 全部あげるから。で、俺今日社長に聞いてきたの。こういう話なんだけど、 元はどうなってたのって言ったら、いや、ちゃんと言いましたって言ったの。いや、それは嘘偽りないのって。それは嘘偽りないですって来たの。で、俺が高田から来た LINE を見せたの。これは嘘ついてますって言われたから。まあでもそこまで時点だったら俺まだ嘘ついてますっていうか、多分自分に都合のいいように脚色して俺に伝えてきたんだろうけど。なんかね、もうありえないというか、それは神経を疑っちゃう。俺友達だと思ってさ、ずっと7年間ね。 なんかし、信じてやってきたのに、なんていうのかなそれでね、そのイベントがぐしゃぐしゃになっちゃって、無理だっていうのを俺のせいにしたり、でね、一個本当にね、悲しい、本当にもうそれが一番悲しかったんだけど、まだそこまでだったら我慢できたの。で、昨日高田の枠に出た時に、俺は企業の悪口言ったじゃん。それってね、あまりにも放送開始してて、高田が悪者になってたから、俺、これ、俺 LINE に送ったんだけど、 俺たちが揉める分には大丈夫なんだけど、企業に迷惑かかるからやめよう。あと、放送で名前伏せたけど、企業の悪口言ったのは本当に高田が悪者になりすぎてたのをごまかすために言っただけだから、くれぐれも申し訳ありませんでしたと伝えてくれって俺 LINE したのね。にもかかわらずあいつ今日なんか放送でさ、俺がなんか企業の悪口言ったとかガチャガチャ言ってたじゃん。なんかもう、そういうのが耐えられなくて。本当に。もう馬鹿らしくて。なんか自分の小さいプライドを守るために、友達を裏切るのをほんで許せなくて。 人としてどうかしてんの。で、今回のイベントに関しても、俺とモコ、俺の視聴者と、モコの視聴者と、高田の視聴者に、あいつは全面的に今回は私のせいで、そのイベント開催できません。で、今回の、こう思った被害に関しては私が全部責任を負いますと。全部責任取ってもらうから。俺全部悪くないから。てか俺も悪くないし、企業も悪くないし、100%高田悪いから、今回に関しては。で、その、これに関して弁明というか俺に勘違いがあるんだったら、 なんか逆に言い訳を聞きたいというか、多分最初はちっちゃい嘘だったと思うんだよ。小さい小さい嘘だったと思う,思うんだよ。でもまあうっすら気づいてたのね。まあなんかそんな客色つけて俺に言っちゃったんだろうなみたいな。でも確信犯だっていうのは、多分あいつも気づいてるんだよ。なのにもかかわらず、その企業をかばうとかどうこうとかどうでもいいんだけど、その友達を売るんじゃねえよと、本当に。ずーっとさ、お前のこと考えて俺はさ、じゃもう二度と多分喋ることもないから、もうライブブロックするし。 ず、ずーっとさ、なんていうのかなあ,あなたのことを考えてさ、視聴者に何と言われようがね、その、あなたのことを考えて俺はずーっと立ち振る舞いをしてきたのに、悪口言われようともね、まあ、両性、倍だなっていう感じで、やってたのにさ、それをね、放送でぐちぐち言われたりさ、いやもうおかしいよ、絶対。いや、責任、 を取らなきゃダメだよ。まず、枠取って、今日中に。待つから。俺、俺、俺,て俺は見ねえけど。あ,あいつどうせ嘘、方面並べて言い訳するんだろうから。でもう、もう裏取れてんだよ。だって、裏取れちゃってんだもん。あ,あいつが嘘ついて、嘘っていうか多分自分に都合のように、脚色して俺に伝えてきて。だって、俺、その第三者にも今日会ってきて聞いたのね。あの時、高田、そのメインで言ってたよね。つったら言ってましたって。で、それ、その会社の社長に聞いたのね。っていう話なんだけど、 あなたは高田に何て伝えたのって言ったら、いや、私はそんふうに絶対伝えてません。念を押してそういう形じゃないっていうのは伝えましたって俺は聞いたから。からそれに対して言い訳とか俺に勘違いがあるんだったら、まあ、それは謝るけど、なんかね、あのー、おかしいっていうか、た、やっぱ今回の件でもう、どっちにしろ、高田はもうその、未来はなくなっちゃったんだから、もう本心を聞きたいんだよね。別に俺のことは嫌いだったんだったら、そうやって言ってくれた方がまだ、諦めがつくともう、 思うというか。あいつの大好きな放送で、俺がやり取りしてやるから。いつうか、もう生放送とか、やってる場合じゃねえって、まずなんか、その精神病を治さなきゃいけない。おかしいもん、そんなさ、人のことをさ、騙してさ、なんかその、やるなんて。社長ってのはどの程度信用できんのまあ、別にその人信用できなかったとしても、その第三者はかなり信用できるってか、三人言ってんだよ、同じこと。俺の聞き間違いじゃねえだろ。 俺も、てか、お前が俺のこと好きだろうが嫌いだろうが、婚輪際多分喋ることもないだろうし、てか、俺はお前共演 NG とかしねえから、俺が出る番組もし被ったらお前が全部辞退しろよ。<laughs> 犯罪者だよ、ほんとそんなの。それでなんか自分の都合のいいことさ、こっちがさ、下手に出てたらさ、自分の都合のいいことペラペラ言いやがってさ、で、最後の、俺の優しさとして、あの、地獄からの雲の意図として、この後あの、ストリートファイター5で高田健章を殺しに行くっていう枠取るから <laughs>。 もうそれが、元友人からの最後のもう、最後のなんかもう、これをネタにすることにより、俺は最後の鼻向けとして送り出すから。で、高田健志君の視聴者にもう、彼をよろしくお願いしますと。まあそんなこと言ったけどね、いいところもあると思うんで。